べる食べる。熱いわ。おいしい。映ってる煙それで。映ってる映ってる。よいしょ。あ、そうだわ。iPhone13 すごそうやな。うん。見た。なんかカメラ、なんていうの、シネマティックモードみたいな。あのピントの、うん、振り返ったら奥の人がピントあって、ね、戻ったらまた手前戻るみたいな。あの、マジで iPhone で映画できたよな。なんかね、テレビ局の人がそれ見て、なんか唖然やった。僕これするのに3ヶ月もう毎日猛練習してやっと現場で出れるようになったのに、これ出ちゃうとちょっと危機感感じますねって。まあすごい技術やで。そうやで、すごいよね。いやでもあれちょっと使ってやりたいわと思って。でも面白い、携帯が出てカメラがめっちゃちょっと仕掛けになって、携帯でやる、でもやっぱカメラじゃないとできへんこと多いなって言って、携帯のカメラができなくなってきたら、携帯本気出してきて、また追いついてくると面白いところ。そうやな。すごい。頭打ちになったら、ある程度のところで、もう技術、iPhone でええな、全部任せる。iPhone カメラマンとかいるんだよね。携帯とか。取り方教えます。うん。でも兄とか携帯変えろ。うん。そろそろ。変えようかな思った。あれ見て。兄さんに。うん。すごいな、マジ。楽天モバイルそのまま変えちゃうかな。楽天モバイルってあるんよ。あるんじゃん。出たら。iPhone 一番最初に出たのいつなんやろ。牛乳もやった。牛乳もやった。10年ぐらいか。21日か。10年でこの進化やばいな。めっちゃすごい。ありがとうございます。なぜこんなクリームフロークが美味しいんやろ。考えよう。コロッケは今やもん。クリームって何やろ。小麦粉とバターと牛乳めったもの。カロリーや。小麦粉とは。味の成分、牛乳とバターってこと？え、コンソメとか、コショウとか、塩とか。ありがとうございました。ニンニクいる？もらっちゃおう。もう食べ。ジャガイロくんいる？うん。え、これええんか？うん。
辛すぎる。何から？5。え、めっちゃ辛じゃん。いつも3とかちゃう。いつも4。最近5。5から一口でおかしい。でも店舗店舗によってな、個人差な。辛っ。奇跡的な服についてな。10辛とかやばいじゃん、マジで。辛助けてラッキョ。今度3人で1人ずつサイコロ2回振って出た数字の辛さ頼む、うん、サイコロ2回振って 6×2 やん。最低でも2からや。うん、最低でも何やったっけ、ヒなんか兵庫駅かなんかにさ、神戸駅めっちゃ辛いカレー屋さん。あ、もじゃカレーちゃうかな、多分。なんか言ってたのね。なんか何倍みたいな感じじゃないか。ん、何倍カレーみたいな。100、2倍とか、10倍、50倍、100倍、辛さ1000倍ってこと。なんかなんで途中からの上がり方おかしくないみたいな感じじゃねんけど。倍数の原理みたいな。一番辛いの頼んで、もう食えんかったよ、最後まで。うーん、初めて食えんかった辛すぎて。うん、気になるな。卵とチーズ途中で足してんけどな。それでも卵2個足した、無理やった。え、てか普通の味のカレーはあるあるある。あ、そうなんや。一応アトラクションだ、辛いの。気になるけど絶対無理やろ。ありがとうございました。また会ってる。え、めっちゃイライラする。なんで熱くてイライラしてるの、なんで人生やばいやイライラめっちゃするんやな。ココイチめちゃくちゃ好きな人ですか、うん、ワンピースとかの人に、うん、ココイチ行ったら絶対ワンピースし呼んでくださいっつって。でもココイチ好きやから、でもワンピース読んでない。どっからワンピース読みたいがためにココイチ行くの変わるじゃん。変わるか変わるかな、ラッキョウの。うん、あ、そうなん。はい、うん、え、だからココイチ以外でワンピース読んだらあかんし、ココイチでしか読んだらあかんよ。ココイチ行ったらワンピース読まなあかん。どういうルール、それ。どういうルール。じゃあワンピースをおもろなってきたら、うわ、ワンピース読みたいな、でもここでココイチ行くなっていう方が、どこでココイチ行きたいな、ワンピース読みたいっていう方が勝つかな。どこで、あの、それが家でも読めるに変わるんやろ。そのルールとして絶対ココイチでしか読んだらあかんってことやるの。そのルールは何なんだ。やばいな、そのルールを誰が決めてる。小田さん、ワンピースずっと読みながら。まあカレーノーロックで食えるじゃ食えるもんな。でも食べれるか。ほら片手で食えるやん、こうやって。うん、まあな。シーフードミックスが何だ。さっきもらった時のなんか一つも入ってた。入ってた。うま。辛ない。貝は辛くなかった。ああ。めっちゃ入れるやん、飛びから。え、なんて？お願いします。これは辛くない。うん。どっちかって言ったら甘いカレーって感じ。ん？甘いカレー。あ、マイナスサイコロとプラスサイコロでやる。うん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 。
高一なんかの時にマイナスは何？甘さ。うーん、5甘まである最高。5甘まであるの？うん。え、じゃあさ、そのマイナスとプラス合わせた辛さってこと？でもそれやったらなんかあれやん、10までいかんもんな。息振ってマイナスサイコロ6やったら、うん、やっと0するそうやね。サイコロ3個？プラスサイコロ2つとマイナス1個。うんうんうん。だからプラスでめっちゃプラスなりすぎたのをマイナスでどんだけ減らせるかってことやな、うん。うわ、辛すぎんのやばいな。え、トッピングはそれは自由？自由。温泉卵とかにしましていいよ。うん。やる？うん。自由すごいで。でも俺初めて食うたの自由やわ。ほんまに？ここ一。うん。初めてで。うん。辛さ何でも食えるって言い張ってるキャラやったから。何歳？ん？大学生。カップ焼きそば一味一本使ったるっていう企画。使ってた？ん？使ってた。使えるでって言って使ったことある。こんなことないよって泣いてたけど。岡田恵美ちゃんと発想一緒やん。食堂で毎日みんなで遊んでたからな。あの時 YouTube あったらおもろかったからな。何年前や。YouTuber ってきっかけなんなの。歌詞です。なんやろな、うん、10年前戻れたら全財産投入してパソコン買って、うん、いい Wi-Fi つなげて、うん、YouTuber して、うん、であれやな、仮想通貨手出して10年前の俺に言いたい。アップルの株買わない、うん、アップルの株ってその時買ってたら今どうなってるの。なんか100万ぐらいやば。取れる？今からでもじいちゃまが言ってたけどインドやって。インド株。じいちゃまって誰？じいちゃまってユウさんが教えてくれた投資家の人で。うーん。何でも大体当てんねんけど。インド。うん。インド、中国もなんか終わったらしくて。で次伸びるの、インドが伸びるのって。インドで何がある？経済次の中国じゃん。日本の次は中国で、中国の次インド。中国多いからかな。頭ええやろ、インドって。そうか、じゃあタクサのマハラジャセンターっていうのは間違ってなかったのか。何だっけ、ちゃうわ。何だっけ、タンドリー。なんとか島にあの国要素足す。カレーの力で幸せになりましょうって。うん、それはやな。もうカレーの歌は歌いたくないな。何やったっけ、誰か言いはったよな。うん、いっぱいおるんや。今日のカレー人気ないな。うん、あ、でも日本のさ、家庭料理の、うん、代表格って言ったらお母さんのカレーとか、ママのカレーとか使いやすい。
なんかの小説の頭でハヤシライスは和食か洋食かっていう。ハヤシライスのハヤシって何やろうな。そこにヒントがありそうやろ。ハヤシさんのカレーってこと？ハヤシじゃない。海外にはないの、ね、洋食ではない。ハッシュドベーフみたいなこと、うん、海外でいう。海外ないんだ。日本でできたものやから。でも和食っていうには和食じゃないし。めっちゃあるみたいな。オムライスもあれやもんな。日本でできたけど洋食な。何だっけ、南ホレイにあるやんな。オッケーオッケー。うん、でもあれじゃ味が洋のもの使ってるからって感じやな。ハヤシライス、こういうの珍しいね。またシチューとかみたいなご飯とか、久しぶりじゃない。ほんまやね。ね。ゲストいはったり。行くっすか。うん。ここらん。ほぼ一人でこれ飲み切ってもた。ほんまにご飯中よ、水飲むよね。あかんらしいけど。なんで？洗濯機にどんどん水足す感じらしい。洗剤薄まっていくやろ、うん、洗剤が胃液が薄まる。そう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 。最大限の超薄で今消化してるんだから。じゃあでも逆にキム兄が水飲まんとご飯食べたら入れた汁から止めていくそうやろうな。うん、初めて知った。勝丸さんやばいんちゃうか。水は飲めば飲むほどいいですからね、うん、言ってたな。ある時言おうかと思ったけど言わんかった。でもご飯中飲んでない。ご飯中にも行けるのではあった。ご飯中にも、あとにも塩分薄まるんで、つって、うん、誰とも水飲まへんから、いい、どんどん溶けていこう。なんなんや。ビデオレーター誰撮ろうかな。んビデオレーター誰撮ろうかな。前回撮った人、とりあえず全員撮ってた。ちょっと私考え直そう。うん、オッケー。珍しい人に送ろう。珍しい人。うん、こうよくんとか送ろう。もう、え、うん、こうよくんとか送ろう。水いる。うん、いや、すごいな。ほんまご飯飲めへんな、全然当たらない。僕もね、言ったもんね。
大丈夫、みんな当たったね。いや最初当たるんやろ、これ当たってるな。ザンマイや。唐揚げ。おう。やばいね。うん、全然面白くなかった。やめとけ。何やった？うん、はったりが大事や。よし。また店内、また店ご利用したいですかとか、もう一度利用したいとか、利用したくないからだから細かにできれば毎日って感じで。もうコビ売りまくるかな。うん。うん、これいっぱい。失礼いたします。感想は？やっぱ出たの出たよな。え、なんで？撮ってた。うん、撮ったよ。